台本に不器用に恋してたあの頃覚えてますかって書いてあるんですよ。覚えてますかって、その絶対あったみたいな感じやめてよ。覚えてますか飯塚さん。不器用に恋してたあの頃。あの頃。いやまあそんなに俺不器用に恋してなかった気がする。え、そうなんですか。器用に恋してたんですか。何その器用とか不器用とかよくわかんないんだけど、基準が。私は不器用でした。不器用なの？その片思いで告白できないとかそういうこと？そういうのもありますけど、なんかあの優しくされるとすぐ好きになっちゃうとか。それは俺も。一緒でした。俺もそうですね。なんかサラダとかその分け取り分けてもらったりとかしたらすぐ好きになっちゃう。それだけでですか？それが不器用だとしたら不器用な恋してたわ。そうですね。そんなつもりじゃなかったって言われる。そうそうそうなんですよ。好きって感じあったじゃんみたいな。嘘でしょっていう。あ、そう、はい、それはもう紛れもなく好きって感じはあったの？あったと思ったんですけどなかったんですよね。いや彼女いるんだって早く言えよってあ、そう、はい、じゃあそれっぽい感じあったんだ。あったと思ったんですけど思わせぶりだったんだ。思わせぶりでしたね。俺は今考えたら全部自分の勘違いだなって。